どうもグリズンです。今回から新しいゲームをやっていきたいと思います。Gオーダー1886ですね。はい。前からね、このゲーム気になってて、でやりたいなと思ってたんですけど、なかなかね機会がなくて、でこのゲームはですね、発売されたのは、どれぐらい前かな、まあ、そんな前でもないんですけど、去年か一昨年か、まあ、そんな感じなんですけど、ストーリーがね結構しっかりしてるらしくて、本当、一本の映画をねこうプレイしているような感じらしいです。なのでね、余計こう気になってて、どんなゲームなんだろうと思って、まあでも僕その誰か実況してる動画とかね、その、トレーラーとか全く見てないんですよね。見ないで、買ってみました。初見です。はい。じゃあ早速行ってみましょうか。セッティングします。そうですね、ゲーム、これはノーマルで言って字幕はオンにしましょう。これは多分ね、チュートリアル的なのが最初あると思うんですよね。まあみんなあるんで、大体ゲームはね。スクリーンが、まあ明るくしましょう、一番。はい。で、ボリュームは、BGM 結構でかいですね。そうですね、3ぐらいにしますか。3でも結構大きいね。まあでもないとね、雰囲気っていうもんがあるんで、ゲームもね、BGM は大事なんで。じゃあ行きましょう。これでセーブして完了と。いきます。まだ生きてるんか。まあまあ、これやめてみたらどうだ。まだ超えてる。どうでもいいだろ。これは拷問を受けてるんでしょうかね。おい、起きろ。もう死んだのかと思ってたぜ。もっとやるか。なんかあれですよね、拷問受けてるけどこいつは何をしたんだって言ってる時点で何を吐き出すつもりなんでしょうかね。ただの拷問ですかね、これは。本当にこの続きは後でたっぷりやれる。よし。もういい、これ起きろ。来るんだ。ほら、噛め。まあで一応ですね、イギリス帝国を舞台にね、騎士団とそのあと反乱軍で、あとなんか獣みたいなね、モンスターみたいな、やつがいて、それがね、ライカンと呼ばれてるらしいです。その戦いですね、3つの。人種っていうんでしょうかね、なんでしょうか。
の戦いを描いてるゲームらしいです。水浴びの時間ですよ、閣下。この調子じゃこいつそう長く持たないんじゃねえか。1886年11月20日ほら、簡単だったろ。最下位だ。ボリュームはどうなんでしょうかね。ちょっと最初なので、まだまだだな。まあ、どっちが大きいとかね、あの聞き取りにくいとかいろいろあると思うんですけど、そういうのはねやりながら、調整していきたいと思います。一日中続けるか。さあ、協力者誰なんだ。操作、ほらこの野郎ジェットしろ。こういう系なのか。タイミングよく押すやつ。これちょっと苦手だな、そういうの。まあ頑張りましょう。結構暗いですね。一番明るくしてるんですけどね。一応地下っていう設定なんですかね。これ長押しですね。彼が、あ、動かせますね、こっから。彼が主人公なんですかね。いや、暗いな。今ね、僕が、このプレイしてる部屋っていうのがね、まあ、今昼間なんですけど、すっごい晴れてて、カーテンもね、開けてる状態なんですよね。だから余計多分暗く感じるんだと思うんですけど、見てる皆さんはね、そのキャプチャーする、ソフトが、もうちょっと明るい感じに見えてるんで、あ、なんか光ってたね、ここ。なんもないか。L さんを倒して走る。この状態で走れるんですか？ああ、でもちょっと速くなった。なんか表示されてますね。お、銃だ。よーし、銃ゲットです。このゲーム DPS なんですね。調べる。あ、なるほどね。三角から。なんかテーブルの上にありましたけど、からの弾薬ですかね。まあ、そういうことですね。表示されてないってことは。あ、なんかこっち表示されてますね。来ちゃうんじゃないの。今のはなんだって言ってる。結構もろいね。
バツボタン。あ、来なかったね。ちょうど入った瞬間に来るかなと思ったんだけど、流れ的に大丈夫ですね。なんだ、誰かいるのか。ライカンってやつですかね、この鳴き声は。左に倒して丸、なんかあれっぽいですね、あのビヨンド2ソウルズみたいなね、なんかそういう雰囲気ありますね、操作は。おお、なんかいますね。あれがライカンってやつですかね。まあ、みんなそっちにね集中してるんで好都合です、こっちからしたらね。行きましょう。いや、もう彼かなり弱ってますね。普通に歩けないですもん。うわっ、やばいぞこれ。手を挙げろ。分かったよ。おお、なんかすごいこの演出いいな。そして画質綺麗ですね。閉めるんだ。弾入ってないけどね、この銃。なんちゃってってやつですね。落ち着いて話そうな。あんたなんだろう。話題になってる囚人って。ここを出る方法は一つだ。あんたみたいな死体さ、墓場を出たのを後悔するだろう。黙っていろ。そうか、死ぬのは俺じゃなくあんただ、行け。銃を持ってる、銃を持ってるぞ。仲間でしょ。容赦ないな、こいつ。連打。まずい。あ、弾入ってないんだった。ん？なん？ほら。連打。ごめんよ、でももう逃げるためには殺すしかない。おら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 、よし。これ主人公もただもんじゃないですね。報復してください、ムッシュ。次の弾は外しませんよ。見逃してくれた。彼は偉いんですかね、この主人公。仲間、本当は仲間。ちょっとあまり分かんないですね。見えないですね。お遊びはここまでだ。お、この声は有名ですよね。今すぐ手を挙げろ。手を挙げるんだ。大塚明夫さんのお父さんじゃないの。もうやめて。報復するんだ。あ、これで手を挙げるんだ。どうしよう、やめる、手を挙げるの。頭に手を乗せろ。
これ選べるのかな。ちょっとおー撃たれた。どうなっちゃうのこれ。手を上げるんだ。あ、やり直しになってる。もう手は上げなきゃいけないんですね。だったらこの操作いらないと思うけどな。あ、まあこう覚えるためにね、多分出してくれてるんでしょうね、こういうのをね。騎士団を裏切ったのだ。その罪からは逃れられない。騎士団、あ、この人騎士団なんだ。お忘れですか、閣下。私はすでに死人同然。ガラハット。おお、こういう始まりなんですね。流れ的にはこう主人公ははめられた感じなんですかね。あの映画とかでもねよくありますけど。ガラハット、落とせよ。ガラハット聞こえるか。こちら司令部。こちらガラハット。公園でのんびりとお散歩。これは過去に戻ってるんですかね。朝は感覚を研ぎ澄ましてくれる。散歩の邪魔をしてすまない。だが黒船広場で複数の痕跡が発見された。それで指示は。インド連合社屋でイザベルとラファエットと打ち合い危険を排除しろ。場所はわかるか。あ、動かせますね。動かす。L2 をホールドして。目の前に。よし、状況を見極めて慎重にことを進めろ。ニコラから武器を。ああ、綺麗だな画質。ええ、SX-M2 ファルシオン。もうかっこいい。よし、ファルシオンの副装備も役に立つだろう。これ今自分で動かしてます。ういうい。無防備の可能性はある。できるだけ殺傷は控えるんだ。御意、あなたは。私は野暮用を済ませてからすぐに後を追う。向かいます。通信終了。なんかダンディーですねこの人。声はでもイケメンですね。聞いたことありますねこの主人公の声も。まあ、僕そういう声優さんあんまり詳しくないですけど。映画はねよく見るんで聞いたことありますね。そういう映画の中で。あ、表示されてますね。こっちでいいんだね。じゃあくらいっすね。あ、走れないんだ。今は走れないみたいですね。ゆっくりじゃあ行きましょうか。イグレインと合流しろっていうことですね。行きましょうか。あ、誰かいますね。ここはなんだろう、これエレベーターかな。何もないね。おはよう。仕方されましたね。おはようって言ったの。ホワイトチャペルで謎の失踪。なんか汚いっすね。ちゃんと掃除しよう。あ、これ本物っぽいですね写真。三角で裏返す。これは訳してくれないのか。おはようございます。あ、今度主人公がシカトですね。おはようって言ってあげなよ。挨拶は基本ですぞ。
あ、エレベーターですね。ただなんか動いてないですね。直してますね。基本表示されないと入れない感じですかね、他の部屋は。何、なんか押しても何も反応してくれないんで。お、なんかあるね。うん、メッセージを、メッセージが録音されてる。ちょっと聞いてみますか。アーカイブ、あ、これか。アーサー王の詩。昔々、まだペンドラゴン王がイングランドを治めていた昔のこと、王はコーンウォールに住まうティンタギルと呼ばれる公爵と、それはそれは長いこと、うん、これはイギリスのその歴史を教えてくれるような、そういうやつなんですかね。はい、じゃあ行きましょう。気になる方はね、一時停止して、読んでください。おお、めっちゃ蹴ってる。全身でバツボタン。おお、え、これ自分の家じゃないの、そこにあるの。そんな、まあなんかショートカットしてるんだろうけど、ワイルドだね。主人公見た目もワイルドだけど、やることもワイルドだね。三角、おっと、ちょっとパソコンの方でね、ウイルスソフトが、なんか起動して検索し始めましたね。大丈夫かなこれ。音声とかね、あの問題なければいいんですけど。まだです。こちらもまだ走れないですね。フラついてるんでしょ。まあいつものこと、出れない。懸念はわかるが信じてくれ。できる男。できる男。とにかく探してる時間はないわ。残りの警官たち指示を出さないと。綺麗ですね。すごく。まあ前って言ってもね、去年とか今年ぐらいのゲームなんで。とりあえずあれですかね、人がいるようなとこは行けないんですかね。人が立った。お、なんかすごい。これ飲み物を与えても無駄。喘息よ。喘息。あなたは医者なのですか。いいえ、父が何人も似た症状を持つ人を見てきた。なんだよ、あん違うんかい。この方は医者の診療が必要です。残念ですが、まだ医療人員を呼ぶことはできません。なんで？え、終わり？これで。とりあえず呼べないらしいです。なんか表示されてる。お、なんか綺麗ですね。ただ別に特に、え、なんで調べるって出てるのかな。特に何もなかったですね。ガラハット、地区全域を封鎖してちょうだい。気づかれないように。あ、この人さっきいましたね。ずいぶん着くのが早いわね。腕がいいんだ。年の割にはいい動きをしているじゃないの。美しい女性に年寄り呼ばわりされるとは心外だ。あら、騎士様、
私がそんな無神経なことを言うと思って？ああ、イージーだろうな。この人有名ですよね、この主人公の声やってる人。なんか結構聞いたことある気がする。脱走者たちが暴れてる。パーシバルは反乱軍の仕業じゃないかって。腕が落ちてなければいいんだけれど。お前を鍛えたのは？最高の騎士。その昔は。昔？私の方が。今は上。わかりました。イグレイン、応答せよ。こちら、イザベル。多分ね、主人公はこの女の人の行為。ほら、グレイ、行きましょう。はい、行きましょう。ちょっとね、今あのゲームをしつつ、調べてたんです。あの声をやってる方をね。L さん、あ、走れますね。このね、主人公の声やってる方は森川俊之さんっていう方ですね。愛称モリモリ帝王すごいですね、帝王って。中に入ったら誰も入れないように。本当に助けはいらないのか。あ、強い男の人の助けがいるかってゲームで言うとね。そうだな。とにかく邪魔しないで。間違って撃ったら困るでしょ。どうした。撃ちたがりの怖いなこの人。インド連合会社は荒くれ者が好きみたいだな。彼らにめちゃくちゃにされるのだけは真っ平だわ。邪魔が入らないことを祈りましょう。うん。この森川さんっていう方はね、FF だとね、セフィロスの、声とか、あとブリーチ、黒崎とかの声ですね。あ、こっちか。すいません、ちょっと今調べながらあの操作してるもんでね。あ、トム・クルーズとかの声もやってますね。ラストサムライの時のトム・クルーズの声。通りでなんか聞いたことある気がしたよ。走ろう。まあ、有名なね、方っていうことで。結構有名な方出てそうですよね、このゲーム。さっきあの、おじいちゃんみたいな人も。あの人もなんか結構聞いたことあるんですね。おい、やばい、警官撃ったよ、あいつ。さあ、やるわよ。オッケー、早速。これで、あ、なるほど、方向機で武器。とりあえずハンドガンしかも今は持ってないですね。で、これ、あ、これで、狙いつけて、ヘッショット。あ、まだ、まだ、また来た。リロード、四角。お、拾えますね。あ、でも捨てちゃうんだ。でもこっちの方が良さそうだよね、武器は。どっかから武器を探してこい。お前らさっさとこっちへ来るんだ、助けがいる。早く行け。やばい、いっぱいいますね。行くぞ、野郎ども。ライフルを使うといいんじゃない。ライフル？オッケー。あ、いいね、この音。この音、あと反動がいい感じですね。中庭に何人かいた。敵結構いますね。ちょ、前進しようか。おお、倒したぞ。オッケー。なんかこっち光ってんだよな、これ。なんだろう。あ、ぶ
弾、おおおお、やばいやばい、リロードで、こっちも光ってたんだよな、それも弾かな、あ、これも弾ですね、いただこう。階段の上だ、また出てきましたね、一応、撃たれてもですね、隠れてれば回復しますね、自然回復。 OK、 こいつらハンドガンしかないんですね。あ、たまたま、あれ、た、今弾のマーク表示されてたけど、ダメか、じゃあ行こう。